めんね、ぶつかんなくてよかった。あ、でも、うわ、血入れてる。ごめん、俺のせいで。全然大丈夫です。ちょっと待って、もう俺こういうの慣れてんだ。染みた？いえ。それよりあれ大丈夫ですか？ああ、うん、大丈夫じゃないけど大丈夫。品種改良だけで青いバラを作ってみたかったの。鷺坂冬子63歳。誰にもできないと言われた青いバラの生みの親。今さら再発だなんて。ステージ4のがんの治療中なんだよ。普通に暮らしたいのよ。すぐ入院しよう。まだまだ人生やり残したことがあるでしょ。あーちゃん、私決めたわ。この空を飛ぶ。優しさ。俺ついに買ったんだ、自分のハンググライド。池田山から飛ぶから見に来てよ。思い続けた夢を叶えるため、初めてあの青い空へ。池田山から飛びたいんです。重っ。二人乗りじゃダメなんです。ばあちゃんが一人で飛べる方法なんかないんすか？思い出して。今度のことだけは絶対諦めたくないの。決めた、私が作る。ハンググライダーでおばあちゃんが空を飛ぶんですよ。このままだと半年ぐらいだろうって。でも私、ブルーヘブンが咲いたら空を飛ぶ。世界はさ、美しい青でできてるって思うんだ。花開く。ブルーヘブンを君に。